天心殿には親方様の書状を持って事情を伝えるように言われておりました。措置に感謝いたします。
偽物じみた真似を姫にさせるわけにはいきません。したことじゃないでしょう。お前、考え直せ。何もそこまでする必要は。大したことあるだろう。はいはい、失礼しますね。今は周囲の目を欺ければそれでよしとしましょう。まあ、今は周囲の目を欺ければそれでよしとしましょう。そろそろだが、披露宴の件は本当にいいんだな。そろそろだが、披露宴の件は本当にいいんだな。そうか。清弘、護衛の状況は？そう、風魔が出たら戦う前に俺を呼べ。
披露宴は中止かな。しますよ。人と口づけしたくなかったんでしょう。